今回は異常怪談というホラーゲームをやっていきたいと思います。このゲームなんですけど、異常があった場合は、この後ろの扉に戻り、異常がなかった場合は、この下にある、ドアから先に進むという感じらしい。それじゃあやっていこうか。もうね、あのタイトルがないパターンのゲーム、こういう植木鉢とかが多分変化あるんだろうね。このスケボーとか、この三輪車、消火器。でも8階から1階に降りたら勝ちなのかな。警告、非常階段を降りて外に出てください。異変を発見したら上の階に引き返してくださいと。 OK、 行こう。雨が降ってるな。ボール遊び禁止。クマがウェイしてて、ミュージックパーティー開かれてて、献血と、地下津橋、地下津橋、あなたの街を作るポスターと。で、ここのドアが開いてて、ナイフがあって、時計があると。で、パイプ椅子と靴で、なんだっけ、ホイール的なやつ。で、どっかから、サッカーボールが落ちてくると。OK。あっちもなんか景色似てるな。あ、でもなんか内容物がちょっと違う。こっちと。お、人かと思ったら全然違えわ。バールのようなもの。ゴルフクラブ。で、なんかよくわかんない絵。サイコロとか。まあ、こういうのがいろいろあるんだろうな。まあ、進んでいこう。まず異常か何なのかも分かんないしな。まあ、最初は大体でな、変化があったか分かりにくいと思うけど。さあ7階進んでるね。あれ青色だったっけ。ちょっともう分かんない。あのなんか三輪車的なやつは青色だったっけ。あれ変わってない。こんな張り紙あったっけ。ミュージックパーティーしか覚えてない。で、ウェイ。ナイフある。なんか結構わかりやすかったりすんのかな。まず人に見える。え、これ異常じゃないっすか。あのアヒルちゃんいたっけ。あれこれ異常じゃない。戻ってみようぜ。え、こんなポスターあった。塗装の。いや、俺ガチ見逃したかも。いや、一回これが異常なのか。この三輪車もなんか青くなかったような気がするし。戻ってみようぜ。失敗するとどうなるんだろう。あ、失敗するとロックなばあちゃんが来ると。はいはい。で、8階からか。あ、いや、青色です。青色ですし、この塗装のポスターはあります。多分最初はね、これが異常なしなんだろうな、今この状態が。進んでいこう。結構分かりにくかったりするんだろうか。異常がっつり連勝が起きてくれれば分かりやすいんだけど。青色な。消火器、スケボッケ。ナイス。で、塗装がありまして、クマがウェイ。で、新聞紙、ボール、バーベル、時計と。時計の時間が違うとかないよね。3時。オッケー。あ、上から転がってきてんだ。これは転がってこないとかも、異常なんだろうな、多分。あれ、扇風機なんてあった？あったか。中にお地蔵さん。これ変化ないです。いったな？いってない？どっち？いってないのか？え？いやいやいや、なかったなかったなかった。え、これ相当むずいかも。ちょっと待って、そんな微々たる変化？ 3 時だな。3時なのか、これは。そもそもなんかわかんない。なんかこの形で覚えておこう。え、変化、いや、ある、あるな、あるな。サッカーボールも落ちてきてる。え、変わってた。なんかマジ変化わかんない。こんな覚えられないよ、こんなの。もっとわかりやすいやつにして。毎回のロックばあちゃんに怒られるんだよな。毎回でもバリエーション変えて怖がらせてくれるの優しいよね。こういう赤いカンカンがなくなってるとかさ、激ムズ。ボール遊び禁止。ね、あの前髪が長い。前髪が長いから、これは異常です。俺の前髪が急に伸びた。これいったっしょ。おいえ。
6階。異常は？異常はないか？あっち側とかもなんかあるのかな？いや、こんな覚えられないよ、まず。異常なしで頼む、ずっと。上行くま。あれ、こんなんだったっけ？で、ボール遊び。これ異常ないです。間違いない。絵も変わってないよね。お地蔵さん。で、いろいろなこうガラクタ遊び、防災訓練。いや、これ異常ないっしょ。ないよね、異常ね。ない、オッケー。来んなよ、来んなよ、来んなよ、来んなよ。ロックばあちゃん。絶対異常なかったから、おばあちゃん。大丈夫。もう、どこ？教えてくんね、俺に。どこが異常あった？奥側とかもちょっと変わったりしてんのかな？靴の散らかり具合とか、このボールがちょっと違ってるとかもあんのかな？やばい、これ一番難しいかも、今までの中で。でも実際は結構わかりやすかったりするんだろうな、気づくと。三輪車 OK、OK、OK です。絶対異常ない、この上。ボール遊び、塗装、ナイフ、献血、ミュージックパーティー、ウェイクマ、ホース、靴、で、ボール、オッケー。上からは何も来てないし、前髪も伸びてない。で、バールのようなもの、ゴルフクラブ、サイコロ、お地蔵さん、不法投棄、防災訓練、で、あとガラクタタッチ。何も異常ないね。あっち側に変な人がいるとか、そういうのもなさそう。で、これも、ハットと、なんか人型に見えるやつ、オッケー。でもさっきあいつに嘘をつかれたからな。通った？通ったっぽい。よし。なかったもんないでしょ。これちょっと木が伸びてるとかないよね。もっとわかりやすいやつ、にして。なんか雨強くない今日。気のせいか。いつもより雨が強いような気がする。靴があって、靴があって、オッケー。あれボールなんかワープしてきた。ワープボール。いや、これ異常ないっしょねえ。ないよね、異常。異常ある。これ急、あれなんだ今の音。あれバーンは何？多分ね、なんでバーンされたか分かんないんだけど、どこで。どこで鳴った今。分かんないけど、これ戻ろうぜ。多分異常。なんかどっかでバーンなった。どっかでバーンなった以上。いいよね？んけ、ナイス。俺なんかあれかな？見逃したのかな？今、どっかでとりあえずね、バーンになった。ボール遊び禁止。OK。塗装 OK。ナイフ OK。三女 OK。献血 OK。ミュージックパーティー OK。クマがウェイ OK。サッカーボール OK。これ異常ねえです。これ異常ねえですわ。で、奥 OK。何も多分変わってない。で、急にバーン来るよ。たまに。急に前髪伸びるとかもよく、絵がね、絵がすっごい怖い。これはね、異常です。見つけちゃったね。よかった、絵見といて。いや、もうひっそりタイプな。今作は。静かに異常が出るタイプだ。はい、これで4。半分まで来たか。いいね。さあ、わかりやすいの頼むぞ。木は成長していない。三輪車も青。で、ボール遊び禁止。塗装 OK。ナイス。転がってくるボールとか、なんかこのナイフに血がついてるとかあるかもな。OK、ないね。これ異常なし。ボールも、オッケー。対岸のなんか、やつも多分オッケー。人が多分いたりするんだろうな。
オッケー、サイコロオッケー、仏像オッケー、扇風機オッケー、バールのようなもので、ハットで防災訓練。じゃあさ、もう一回ちょっと見ていい？ここまで来たらちょっと4回になると焦るよな。カバンもない、オッケーだし、特に変化ないよね。いや、これ以上ねえと思います、これ。いや、これちょっと頼む、おばあちゃん。なんかちょっと一回見逃してくんねえか。異常なかったって絶対。何の異常か教えて。また8階ですよ。これ最初は降りてこ。え、異常なかったよね今。な、何あった今。教えてくんね。どっかに異常あったよ。やっぱその一言で、まあ、俺たちが救われるんですよね。とりあえず絵が変わってたり、まあバーになったり、で前髪は伸びる。この3つ、俺が分かってんのは。変化ないな。あのゴミ箱ってあの転がってたっけ。ボール遊び OK、 塗装 OK、 サンジ OK、 ナイフ OK、 はい、献血 OK、 はい、クマがウェイ OK、 はい、転がってくるボール OK、 ナイス。絵は？はい、絵 OK。 ナイス。下の階とかにも変化あんのかな。下の階も、いや、大丈夫で、大丈夫で、なんとなく OK。 大丈夫、異常なし。あ、マジでドキドキする。おばあちゃんが怖いとかじゃなくて、あの音が鳴らない、鳴らないことが嬉しい俺。全然変化分かりづらくない？もう一回、今もうね、今俺の心の中で8割方変化なしなんだけど、変化ないもんね。取り壊し確定か？っていう見出しの新聞記事があるけど。サッカーボール OK。実はサッカーボールが人の顔になってるとかないよね。変化なくない？下の階にもひときわない。 A 大丈夫。 A だけじゃないのかな、変化してんの。こういう小物、マジでこの小物が1個足りないとかだったら相当むずいんだけど。これ変化ないよね。いや、でもそろそろ変化来そうなんだよな。どう？あ、よかった。ないね、変化。よかった。自分を信じた俺。ナイス。あ、以上確定。もう献血進めすぎ。献血さすがに血なくなる。それならね、やりすぎ。いや、でも、そのやりすぎでいい。マジで頼む。やりすぎぐらいがちょうどいい。この異変探しのゲームは。いつかこれが赤色になるんじゃないかと思って、待ってんだけどね、一向にその気配ないね。変化は今のところなし。塗装 OK、 ナイフ OK、 サンジ OK、 ウェイグマ OK、 野球ボール、ダンベル、新聞、ホイール、靴2個 OK。 これは、間違いなく、これはハンドボール？違うな、なんだこれ、サッカーボールか。本当に分かんないけど、ボールが赤色なので、これは、終わりです。これもっとなんか怖い生首とか転がってくるのかと思ったけど、そんなことはないで。これナイス、マジで分かりやすい。しゃ、初3回。色変わってなし OK、 スケボ OK、 ナイス。上 OK、 外の景色、外の景色も変わらず OK。 ボール飛び出しくん OK、ナイフ OK、サンジ OK、 献血 OK、 ウェイグマ OK、 新聞 OK、 ダンベル、ホース、でサッカーボールで靴2個 OK、 あと野球ボール OK で、ここはマジもう覚える気なくて、あと絵が変わってないかどうかだけで、下の階 OK、 サイコロ OK、 仏像 OK で、ここはマジ覚える気なくて、防災訓練
で、なんだこれ、扇風機、バーベル、バーベルじゃ、バーベルじゃない、バール、で、クラブ。変化、ないと思われますが、皆さんはどう思いますか？僕は変化がないと思うんですけど、全くもってね。だから、これは変化なしで進ませていただきたいと思います。じゃ、こいつに一回騙されてるけど、一回聞いていい？どうこれ？変化ないよな。OK。ないらしい。くんな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 。あいつやっと本当のこと言ってくれた。あいつ俺マブ。あれ？こんなトタンの色だったっけ？なんかトタンの色が荒くなってるような気がする。ボール遊び禁止。今のところ変化なし。ナイフ OK。塗装 OK。献血 OK。ポスター OK。ウェイグマ OK。カバン OK。いろいろ OK で。これ異常です。はい。はい、ボールでもないくない？これ。これボールなのか？これは。そもそも。なんかパーティー開かれてるよね、これ。で、この物連鎖がすごくてね、もうすっごいどこでも行っちゃう、これ。ちょっとね、逆に楽しいぐらい。怖いというよりはむしろ楽しいぐらいなんだけど、一旦戻らせていただく。もっとなんかがっつりこう、終わり？まだ見つかってない部屋が24個あります。頑張ります。よろしくお願いします。全部とは言わないけど、20個ぐらい見たくない？っていうかさ、俺異変起きなさすぎじゃね？さすがに。あまりにも早すぎたクリアするのが。もっと見たい俺は。もうがっつりしたの見せてほしいわ。ずっと異変なのかな？今24個じゃん。ここ変化ない。ボール遊び変化ない。変化ない。なんか俺大抵この転がってくるボールに変化があるやつしか見たことないんだよね。変化ないじゃないっすか。全然。あれこれ変化なしじゃね？あとは全部変化があってもいいレベルなんだけど。変化ないよ？ないよね？変化。不法投棄禁止。変化ないです。いやでも残り全部変化ありとかありそうだよね。どうなん？あ、変化ないわ。じゃあこれ結構さ、ランダム要素多いから、コンプリートむずいかもね。全部やんの。今んとこ全然変化ないよ。ボール OK。バール OK。絵も OK。普通になんか変な人とかもいないですよ。ウクレレであったよな。そろそろ変化来そうなんだけど、変化ないよ。これまたなしだ多分。ないよね。ここのなんかさ、植木鉢が1個増えてるとかだったらもうほんとわかんない。ロックばあちゃん来るか？どう？来ないわ。あれ？俺また普通にクリアしちゃう。俺の異常階段異常なさすぎ？何も変化ないよね、上も。トタンも、あのトタンだわ、ずっと。包丁なし、オッケー。包丁なしじゃない。包丁ありなんだけど。何も変わってない。これ異常じゃない？こんなカンカンなかったよ。俺の目はごまかせない。カンが多い。これ異常です。まあ、これで23個なのかな？いや、すごい多いぞ、これ。で、これも絶対成功じゃん。で、23。な、このポスターとかもがっつり変わってそうだけどね。植木鉢チェック、OK。特に変化はない。塗装 OK。ないないない。
ない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 ね。かわいそうな女性がいらっしゃると思うんですけど、姿が見えないのでこれ異常です。声だけ聞こえます。どんどん来て、そういうの、そういうのどんどん来て。逆に最初に俺が見つけられなかった異常が何だったのかすげえ気になるわ。あと22個、とりあえず3人者 OK。 変化は今のところ見られない。異常です。多分これはさっきの女性だと思うんですけど、これ近づいたらどうなるんでしょうか。これはもしかしたらロックおばあちゃんかもしれません。あれはロックおばあちゃんの多分若かりし頃の姿ですね。あれはなので、おばあちゃんが急に若くなることはないので異常です。あれ、もう一回クリアマジあるな。これでまだあと21個ある。でも毎回違うのが来てくれるんならね、ありがたいけどな。異常がないと思われるんですが、はい、ボール OK、 変化なし。ただ一瞬誰かの声聞こえたような気がしたけど、気のせいか。後ろとかもないね。うん、変化は絶対ないとは言えないけど、多分ない。あっちの方が結構見てるんだけど、なんもないんだよね。さっき悪口言ったからおばあちゃん来るかも。脱出。次行きたいと思います。俺、異常階段上手くない？俺多分異常階段上手いよな。いや、これから、異常階段で、ご飯食ってく。あと21個見つけちゃう。もうがっつり分かるのちょうだい。今なんか雷が鳴ってる。これ異常じゃないよね。ボール OK。あっちも全然異常ないんだよね。何も変わってなくない？今回はマジでない。間違いない。なあ、ばあちゃん。異常ないよね。はい、いえ。なんかマジでわかりやすいのちょうだい。でも結構さ、赤い缶をさ、いっぱいあるの見つけられたの結構すごくない？あれ結構気づかないでしょ。異常です。数です、これ、普通に。なんで、異常とかじゃない。異常とかじゃなくて、シンプルに数は NG なんで。やめてもらっていいですか？数はマジ危ないんで。ちょっと上に戻るのは危険なんですけど。数は異常ではありません。このゲームでは異常認定されてる。全然変化ないじゃんね。ないやんね。ボールもない。いつもより雨足がちょっとだけ強いとか。ここらで変化あった、さっき。これはマジで、マジ異常ないっす。もうこれ、マジ異常あったらもうおばあちゃんの命をかける。はい。静かーに正解。変化ね、ボール遊び大丈夫。OK、OK。OK、クマ OK。あ！いや！お前、ウェイグマだったよな。なんか元気なくなってる。すん。これ異常です。クマの元気がない。ついにあいつも元気なくなっちまったか。てか、あれ異常なの？雨がかかって、
腕が下がったとかじゃないの。あいつ元気になってくれ、ウェイグマ。あと19個、多いね。あ、ウェイグマちゃんとウェイしてるわ。まず変化なし。気のせいか今な。なんか落ちなかった。ああ、あれか。光の関係か。なんかスンって物が落ちちゃうように見えたけど。変化は、ございません。え？1からやっていこう。どれだったんだろう、以上。すげえ分かりづらそう、今の。いや、俺が気づいてないだけで、ほんとすごい分かりやすい異常だったのかもしれない。あ、てかこれ最初だからないか。この後からだね。何個までいく ?15 個までは見よっか。とりあえず。いつまでたってもさ、俺お気にの三輪車の色変わんねえんだけど。うん、変化なし。変化なし。これさ、ね、この野球ボールがさ、メジャーリーグのボールか、日本のボールかみたいなんだったら俺マジでわかんない。なんかメジャーリーグの方が、あれらしいね。なんか球が滑るんでしょ。まあ、俺野球やったことないんですけどね。おばあちゃん、マジでなかった。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 もっとわかりやすいのちょうだい。何回も言うようで申し訳ないんだけど。わかりやすいの頼む。これ大丈夫。カバン大丈夫。ボール OK。あっちも OK。下の階とかで何かあったのかな？おっさんがこっち見てるとか。ちゃんと怖くね？いや、ここに変化ないんじゃね？ A ぐらいしか。結構さ、おばあちゃんのバリエーション多いよね。今んとこ3つぐらいか。おばあちゃんバリエーション。以上です。この暗くなってるけど、それは全然いいんだけど、なんか出てこない。何も出てこないか。シンプルに暗くなるっていう、普通に、このビルの不備が見つかりました。でもまあ今回は、これを異常として、申し訳ないけど、上げさせてもらおう。でも俺ちゃんとさ、この包丁とか見てるけど、これ異常じゃない？パイプ椅子倒れてなかったっけ？こんな座っていいですよみたいな感じではなかったと思うので、このパイプ椅子がちゃんと置いてある、これ異常です。こんな綺麗に置いてるわけないよな。うわ、こういうので俺多分ミスってんだな、さっきから。このミスは絶対そうで、多分今回は異常がない。ほら、ちゃんと倒れてんのよな。異常でしかない。明らかに人の顔よりでかい何かが詰まってたけど、あれは間違いなく異常。これもうちょいで目標の15個までいくんじゃない？でもこれ異常じゃん。で、2回。で、今回は本当に異常ない。ああ、びっくりした。なんで非常ボタンみたいなのにモザイクかかってんだろうと思って。あ、オッケーオッケーオッケー。こ
今回マジで異常ねえわ。もうかけたっていい。これマジで異常ないっす。と言いつつも、ちゃんと見ちゃう。マジでない。あと1個見つけよう。めっちゃクリアするじゃん。もうなんかクリアなくしてほしくない？ここまで来たら。もうちょっと何回もクリアしてるんで、別にわざわざね、クリアしたことにしてもらわなくたっていいっすよ。逆に無限階段であってほしい。いや、今のロードが長いの異常かと思ったわ。異常にロードが長い。ここも変化ないかな、見たし。変化なくない？なんか今、あれ、でもマジで見間違いかな。なんか今落ちたように見えたんだよな。何かが。俺の見間違いかな。今の異常か、俺本当に疲れてるだけかもしれないんだけど、なんかお前一瞬ここから何か白いものが落ちてたような気がしたんだけど、いやこれどう、一旦異常認定してみ、していい？俺の目の疲れかもしれないんだけど、一旦戻らせてもらおう。目の疲れだったらおばあちゃんに叱ってもらえる。安心。やっぱ落ちたのかな？後で録画見直そう。いや、なんか、もうちょっと分かりやすいのを一つ見て終わりたい。そうそう、がっつり怖いの見たくない。やっぱみんなちっちゃいので慣れてるじゃん。これ、がっつり怖いの行こう。これ変化なし。変化あり。よし、俺はラスト見るぞ。いや、これあと15個じゃん。15個でしょ。あと3つ見つけよ。あと3つ、あと3つ見つけない？俺との約束な。あと3つ見つけよ。で、12個になったら、もうじゃあ12個なら最後まで見てよくない？なりそう。いや、でも俺はね、決めた。あと3つで終わらせる。で、その3つの中で、三輪車のカラーリングが変わるやつを見たい。マジでこっち見てるけど何もないんだよね。これ変化ないです。ないね。OK。変化はないね。次来るよ。変化。もう上がってる。絶対あるから探そう。カラーリングはとりあえず変わってない。いや、オキニが変わってくれねえんだよな。知らない人が降りてきてるか、登ってる。異常です。俺以外いるはずがないのに、ここに。さあ、あと2個ですよ、皆さん。12個まで。いや、沖に変わらんなぁ。ボール遊び、ん？なんか一瞬声した？ボール遊び禁止って書いてボールめっちゃあるよな。そういや、ここボール来た。あっちも変化ない。あ、待って、俺マジで天才だと思う。俺雪降ってるわ。雨じゃない。はいはい、見つけちゃいました。これ雪降ってます。雨じゃないっす。この床がね、テカテカしてて、一見雨が降ってるように見えるんですが、これ雪です。やば。天才かもしらん。
いやでもお前悲しいことにこれラストなんですよね。次の回が。三輪車の変化がない。変化して。変化なくない？変化ないよね。変化ないです。なんかこれおばちゃん、なんか余韻なかった今。あ、大丈夫か。おばちゃん来たかと思った。あー、全然変化ない。ラスイチはあの三輪車に何か起きてほしいんですけど。何もないな。何もないよね。ボールクール。今回はちょっとバックスピンが強いとか。ちゃんと相手が受けるところで止まる。バックスピンの効いたいいパス。だったのかもしれないけど、多分異常はない。久しぶりにおばちゃん来る？来ない。やばい、これもう一クリアあるぞ。もう一クリアしたら逆にキリが良すぎて、終わっていいまである。で、三輪車も、あ、見る必要もないぐらいだったわ。あれ、なんかいつもよりさ、赤色のなんか反射すごくない？あれ、あんなになんか、あそこの非常ベルのとこって反射してたっけ？こんなに反射してた気がしないんだけど。いや、反射してたか。いや、これ異常なくない？異常ないよね。ない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 。ラスイチすげえ粘るじゃん。あ、クリアしちゃった。いや、俺は最後まで行くよ。マジで。あと一個見つけるまで。めちゃくちゃ。こんなにウキウキでさ、何回も異常階段クリアするやついる？でも最後まで見たい人はこんなに やってるか。いや、でも残り10個にしよう。残り10個にしない？俺との約束な？やっぱキリいい10個って。で、動画見た人が、あ、 あと10個も、異常あるんだ。ちょっと、買ってやってみようかな。そう思える、いい異常だと思うんですが、女性が泣いてるの2回目なんですけど、あ、人がいらっしゃるわ。黒い何か。あれ、おばあちゃんの若い頃じゃない？ただ襲ってくる気配はないし、ただ泣いてるだけ。やっぱ泣いてるだけじゃ何も解決しないからな。これ異常です。あと2個も咲かせるぞ。いいね。さ、2個の間に。ああ、ボール遊び禁止されて、ちょっと可愛らしい絵柄になっちゃってる。これ異常です。絵柄が可愛い。来い、念願の異常。まあ、四輪車になってない。色が変わってたり。まあ、逆に異常来ないで。俺は信じてるんだから。あれに変化があるって。これね、異常どころの話じゃない。これ、そもそも、いけるのそれ。これちょっと行ってみたいけどな。あ、これ異常じゃなくねっつって。さすがにそれはスルーできねえ。いや、でもちょっと行ってみたいか。いや、逆にいけんのかちょっと気になるよな。いや、もうこれでラストの異常はもう見つかったんだけど、それ一回試してみてみ。ちょっと試してみていいか。 OK、 行ってみよう。
通に開くんかい。